皆さんこんにちは。本日はベーシックウィーブについて説明したいと思います。それではまずやってみましょう。ベーシックウィーブについてなんですけれども、ここの注意点はアウトサイドパートナーであるということです。アウトサイドパートナーの時の注意点は、よく男性がお尻を脱いでしまうことや、バックバランスで脱いでしまうっていうことがよくありますので、ウィーブをする場合はしっかり女性の前に出るようにしましょう。この時アウトサイドパートナーなので、相手の外と外がしっかりコネクションしているように意識してください。ではもう一度ベーシックウィーブをやってみます。以上がベーシックウィーブとなりますので、皆さんぜひ試してみてください。